皆さんこんにちは。手話通訳士の谷内です。今日も私と一緒に1日1分で気軽に手話を学んでいきましょう。さて、第8回目の手話単語はすみませんです。まず親指と人差し指をつまみます。これを眉間に当てます。そして頭を下げながらこのようにお辞儀をします。これですみませんという手話になります。では一緒にやってみましょう。すみません。もう一度。すみません。それでは一緒にやってみたいと思います。今日は福祉総務課の増山課長に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、手話は表情も相手に伝えるための大切な情報になります。すみませんというのは謝るときに使う言葉なので、申し訳ないという表情を一緒に手話と表現していきましょう。では一緒にやってみましょう。すみません。もう一度。すみません。はい、増山課長いかがでしたか？表情も一緒にっていうところがとても勉強になりました。はい、本日はすみませんという手話単語を学びました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。